鉄です。秘密のお留守番都市伝説を検証してみた。イエーイ。さあ始まりました、秘密のお留守番の都市伝説企画。都市伝説企画やったことあったっけ？あ、いや、まあ初めてなんだけど、今回はね、みんなからのコメントで来た本当か嘘かわからないものを実際にねやっていきたいと思います。何をしてるんだい、何をしてるんだい。どこ通ろうとしてんだ。結構あるよね、本当か嘘かわかんないの。そうだからこそね、僕らでやってみて嘘か本当か確かめていこうと思います。わかった。1回でも嘘ついたことある人、高評価よろしくお願いします。僕1回も嘘ついたことないよ。はい、今嘘ついたね。助けて探偵、嘘ついてないのに嘘って言われた。あ、痛い、踏まれた、痛い。さて1個目のコメント、お風呂場のドア閉められちゃった。閉められて閉められちゃったの。なんか新しい飲み物ですかそれは。ね、なんか美味しそうだね。お風呂のなんか残り湯みたいな感じ。絶対まずいわそれ。多分これあれだよね、お風呂場のドア閉めれたって言ってるんだよね。なるほどね。お風呂場ってことは、じゃあこっちか、検証していこうぜ。そうなんだ、閉められるの。ね、知らなかったんだけど。本当かね。お風呂場のドアってどっちだろう、この木のドアの方、それともこっち。こっち。でもお風呂場って言ったらこっちかな。そっちかな。ガラスっていうの、こっちの透明の方のドアじゃない、ここじゃない。これが閉められると、どんな感じで閉めるんだこれ。ここに行って閉めるってこと。ああ、でもなんかこれ若干閉まってるよね、もうすでに。そうあ、じゃあこれ閉めれそうじゃない。まあカリパンに任せて、カリパン力持ちだから。頼んだ、力持ち頑張って。行きます、行くぞ。はい、頑張って。あ、力持ち、行け。あ、力持ち、行けてるかそれ。大丈夫それ、うねうねしてるだけど今んとこ。手伝って。仕方ないな、この見てみろこの巨体、このパン。入れるかな。僕は絶対閉めれる。よいしょ。あ、ちょうまく入れない、まず。閉めろ。横スライド。パンのスライド。パンの脇腹で閉めろ。閉まんないな。閉まんないじゃん。なんかこれ大きい果物じゃないとダメとか。あー、確かに。一旦じゃあ僕スイカになってみるわ。うん。ゴロンゴロン、あいゴロン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 。なんか踊ってんだここで。痛い、ぶつかんないで今ダンシングしてたのに。邪魔だよ。そこでダンスすんな。蹴飛ばされた。サッカーボールみたいに蹴飛ばされたんだけど今。蹴飛ばしたら戻されちゃった、ちょっと。ファール。退場退場しちゃった。よいしょ、戻る。早くして。はい、戻ってます。ちょっと怖いから近づかないで。また戻されちゃうから。よしもう一歩一歩確実に。邪魔怖い。よし、戻ってきた。よし、ここで押すぞ。よろしく。多分スイカのパワーがあればこれ余裕で締めれるんじゃない。いけるよ、頑張れ。あ、いいじゃん。よいしょ、大丈夫これ、閉まってる、いけてるか、どうだ。閉まってないですね。あれ、全然動いてないです。あ、もうスイカ落ち込んじゃった、ほら。めっちゃ落ち込んでる、めっちゃ下見てるわ。すげえ落ち込んじゃったよ、もう。あー、もう開かないし、もうダメだ俺ら。あー、ダメだこれ。もうダメだ、嘘つかれた。これ嘘かな、本当に閉めれないのかな。皆さんもぜひ試してみてください。試してみて、これ本当か嘘か気になるわ。そういえばさ、このマップってさ、他にもドアあるじゃん。あ、そうだね。ほら、こことか、あの奥のドアとか。ここなら閉めれる説ない？確かに、こっちなら閉めれるかも。そう、てか、あのお風呂場のドアって言ってたからさ、ここ。こっちのこと言ってんじゃない？ある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 、閉めれそうな感じする。ね、よいしょ、と、あれ？いや、こっちかもしれない。ね、そっちからだ。押してみて。閉まれ、いけ。あ、もう、全然もう、イチゴじゃびくともしない。登ってってない、なんかちょっと登ってない。登ってる。いちご登るだけだこれ。うわー、マジか、ここも閉めらんないのか。スイカならいけるか。いやー、でもビクともせんな。行かないかね。じゃあこっちのドアは、こっちのドアはいけんじゃない。いちご試してみや。まあ任せて、いちごにかかれば。さあどうだ。いけー。あの何も変わってないです。あー、息がコロコロしちゃった。ちょっと代わりにやって。じゃないな、見とけこら。行きます。動いた、動いた、本当に動いてんじゃん。動いた。
閉めれるんだこっちは。すごい、めっちゃちゃんと閉めてんじゃん。え、ちゃんと閉まるじゃん。え、これ完全に閉まる？ちょっと閉めちゃおう、閉めちゃおう。よいしょ。え、大丈夫、それイチゴ挟まんない？あれイチゴ、あれ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 、イチゴ開けちゃった。あれイチゴ開けちゃった。あ、でも完全に閉まった。よしよしよし、戻ってきた。カニパンどれ？卵。あれ、奇跡的にかぶった。奇跡だな。適当に選んだのに。まあさすが兄弟。まあ私の方が上だからね。ちょっと物理的に上だね。物理的に上に乗ってんねそれ。やめてくれない？ちょっと頭痛いんだけど。あ、ごめんごめん。さあ、お次のコメント。ネタあります。唐辛子があるところのソファーの中入ります。やり方、1、キャビアか唐辛子で行く。2、ソファーのところに向かう。3、唐辛子があるところを前に進むです。かっこジャンプしないでね。カニパン様、テッツン様、大大大好きです。やってみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ソファーってあそこだよね、ほら、あのスケート場の前にある。そう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 、あん中に入れるらしいよ。本当に入りたい。じゃあこれ、まずはキャビアが唐辛子に変身らしいよ。キャビアか唐辛子。うん、じゃあキャビアになる、カニパン。じゃあ僕唐辛子行ってみるか。よいしょ、うん、え、どうやって行くんだっけあそこに。あ、まずこのソファーのところってこと。そう、ソファーどうやって行くんだっけ。キャビアに関してはさ、普通にジャンプで行けない？あ、ジャンプで行けるかな、やってみるね。多分多分キャビアは行けた気がする。こっから、うんうん、ここにピョンって、あー待って、唐辛子も行けたわ。全然行ける全然行ける。ほら、あ、待ってください。めっちゃ今頭ぶつけてたな。待ってください。こっち来い、こっち来い。カニパン、カニパン、カニパン、待ってください。バチコーイ、待ってください。バチコーイ。バチコーイ。バチコーイ。何してんだ。え、ちょびっと、あ、ナイス。まい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 、よし。お、スマホがある。これは15ですね。 iPhone ホームボタンないもんね。最新機種使ってますね。ちょっとあの顔認証、顔認証、顔認証。あれ開かないな。もはやこれ足認証だ。足。でこっちに行きますと。そうそうそう、ソファーの方によいしょ、うん、行って、こっち行って、唐辛子があるところを前に進む。唐辛子があるところ、ここかな。唐辛子があるところ、うん、前に進むってどういうこと。え、唐辛子のあるとこ行けた。あー、そっちか。唐辛子はここにあるじゃん、このソファーの左のところ。うんうん、まずは唐辛子のところに行きまして、行きましょう。これ大丈夫かな。おっと危ない。よしよしよし、これでいいの。うん、唐辛子があるところを前に進む、過去ジャンプしないでねって書いてある。こっちに行くってこと、合ってる。あ、ここの隙間ってことかな。なんかここ入れそうな感じがするよね。めっちゃ入れそうなとこあるね。ちょっと入ってみるね。こいこいこいこ、ジャンプせずに前に行く。きついな、詰まってない。あ、出ちゃった出ちゃった。あら、これじゃあ、ま、ミスってんじゃない。ダメか。よいしょ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 、中に来れた。え、これ中っていうの、でもこれなんていうの、なんかソファーの間みたいな。ソファーの間。んでも、あーあー、僕もいけた僕もいけた。いけた。鉄のどこだ。挟まってる。あー、すごいすごいすごい、もう視点がすごいことになってる。そこ、ここで合ってる、ソファーの中って。合ってるんじゃない。でもほら見て、これカメラ引くとさ、マジでこれもう映んないもん、自分ソファーしか映んない。確かに映んないわ。でこうやってね、カメラを近づけると、あ、もうこうやってもうほら、もうブルンブルンしてる唐辛子が映る。では実際に行けたということで。はい、ありがとうございます、教えてくれて。でね、僕ね、ちょうどね、唐辛子になったから、うん、もう一個ね、紹介できるやつがあるんだけど、唐辛子でネズミの巣の奥行かずに真ん中らへんでジャンプすると秘密の部屋に行けます。秘密の部屋？本当に？こればっかりはさ、ガチの都市伝説じゃない？これちょっと。都市伝説だね、それは。ちょっと怪しいですよ。これはさ、ね、怪しい。怪しさプンプン丸よ、ちょっと。じゃあ、カニパンもちょっと唐辛子になってきます。こればかりはもう嘘なんじゃないかと思いながらやるよ、さすがに。よし、入ってきましたよ、カニパン。穴の中に。あれ？あ、もう行った？あ、もう行ってます。オッケーオッケー。よいしょ。あれ？やってきました。あれ、どこにいる？あれ、なんか変なとこに行っちゃった。どこ？あれ？どこにいるのカニパン。あれ、どっか、なんかよくわかんないとこ行っちゃった。なんか、え、進んだもしかして。いや、進んでないんだけど。あ、なんかてっつんがいる。ネズミの巣の奥行かずに真ん中らへんって言ってんだけどさ、ネズミの巣ってある？まずネズミの巣って何？ちょっとネズミの巣をまず探そう。これ唐辛子だからね、ネズミにね、持ってかれちゃうんだよね。あっちゃうと。そうだから、ネズミに会ったら全力で逃げるしかない。そうだね。あー、戻されちゃった。まあ任せな。カニパンはね、一度通った道は忘れないんですよ。一度通った道は忘れないかね。確かこっちだった。まずネズちゃん来てる。まずいまずいまずい、ネズミで今バトルしてる。バトル。まずいまずい、待って、これ一生追いかけてくる、もしかしてこのネズミ。まずいまずい、ずっといるずっといる。まずい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 、行き止まり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 、危ねー。
プツンどこだ？待ってね、ネズミ連れてくから。あぶね、あっぷ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 、いや、ぶったい。よしよしよし、ちょっとネズミのせい。あ、いた、逃げて逃げて、ネズミよネズミよもうやばいやばいやばい、あれもう、まだいるまだいる。あー、マジそれ、あの、一生追いかけられるから気をつけて。スルーされた、スルーされたけど、あー、捕まっちゃった。あ、捕まったってことは、じゃあここで待ってれば、もしかしたら。待ってよ、あ、なんかちょっと画面揺れてきたな、あ、なんか画面揺れてきたな、もしかしてこれは。あー、来た、おかえり、ただいま。合流できたね、合流できたね、よかった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 。ネズミの巣ってなんだ？あ、ここじゃん、ここここここ、あれだ、チーズがあるとこじゃない？チーズがあるとこか、ここのことでしょ多分。あー、なるほど、ここじゃん、ここだ。さすがにここだよね、ネズミの巣って。さすがにこれだ。で、奥行かずに、うん、真ん中らへんでジャンプ、ここ、まあ、真ん中ってここだよね。ジャンプジャンプえ、ジャンプ、唐辛子が痛い、ジャンプ、頭ぶつけてるだけなんだけど、ジャンプ。なんかでも突き抜けれる部分があるのかな、もしかしたらバグとかで。よしよしよし、唐辛子で検査しろ。よし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 大丈夫これ、すごい、なんかこれ僕らバカなことやってる説ない？騙されてる説ない？ちょっとカニパンはここに住もうと、お金がいっぱいあっていいな、ここは。お金の亡者になっちゃった、幸せそのものだな。ちょっと穴あったら教えてね。頭が痛いよこれえ、でもなくない、これない、気がする、ない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 、うん、ちょっとこれコメントしてくれた人さ、マジでどこら辺だか教えてほしいな。ね、教えてほしいね、これどこなんだろう。で、なんかね、具体的にね、あの、言葉で説明できないんだったら、あの、 YouTube に動画上げてくれれば、僕らそれ見に行くんで。YouTube か TikTok に上げてくれれば、確かに、リンク送ってください。いや、わからんかった、これはさすがに。ちょっとお次のコメント、ココナッツは女の子なの知ってた？そうなの？本当に？本当ですか？性別あるのっていうか、そうそうそう、食べ物に性別ってあるの？なんでこれココナッツだけ女の子なんだ？どういうこと？確かに、とりあえず一回ココナッツになってみて、うん、何が女の子なんだろう、これ説明文とか。よいしょ、あー、そういうこと。頭にストローが刺さっていることにまだ気づいていない。え、女の子というよりただのアホではアホでは、これは。あ、でもこれ説明文の時さ、顔アップになるじゃん。うん、まつげついてる。あー、ほんとだ、確かに。ほ、あ、ほんとだ、これ他のキャラただのさ、これ丸い目だけどさ、ココナッツだけなんかまつげついてて、ちょっとパッチリお目目になってる。確かに、これかな、こんなこと言ってるのかな。そういうことか。え、よく気づいたね、それ。よく気づくね、これ。確かに、他は目まん丸だ、全部。え、これココナッツだけなの？ちょっと他のやつ見ようぜ。ね、見よう。なんかね、でもね、卵寿司はね、なんか目が、眉毛がある。で、卵寿司はなんか弱々しくなってるよ、ね、そう、弱々しい。ほら、かわいい。これ、こんだけ僕ら動画いっぱい上げてんのに全然気づいてなかったわ。いや、本当に僕サムネにココナッツとか使ってんだけどな、全然見てなかったなこれからちゃんと見てあげよう、この顔を。うん、かわいい、ココナッツ、かわいい。これほら見ても、これドアップドアップさて、お次のコメント。レモンをフライパンに10秒かかったらキウイみたいにできますよ。え、どういうこと？キウイ？キウイなんて食べ物ないよね。ないよ。何これ、キウイが新しく手に入るってこと？え、そういうこと？え、そんなんじゃもう僕レモンになっちゃうよ。はい、それは都市伝説ですね。そんな不可解なことが起きるんでしょうか、本当に。10秒かかったらって、これ10秒くらい上にいるってことだよね、きっと。ああ、そういうことか、そういうことか。準備できたか？いや、せーの、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、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 
かこれ。ちょっと黒くなった？もはやちょっと黒くなったのかすらもう分かんない。変わったこれ。なんか変わりました？これ変わりました？皆さん変わりました？あ、一旦じゃあ僕元に戻って、あ、そうだね、比較してみよう。比較してみよう。ちょっとでも、あー、若干茶色っぽくなってる。並びましょう。ほら、あ、よし、並んでみましょう。あ、ほんとだ、鮮やかさがなくなってるかな。ね、マジで目の錯覚くらいだけど。でも果たしてそれはキウイなんですか？あなた、あなた、あなた、お名前は？米津玄師です。あー、レモンだ。がっつりレモンだ、それは。もうちょっとさ、当たってみえたら。で、もうちょっとだけ当たってみて。もう10秒くらい。さあ、自分でね、いいタイミングで上がってきてください。キウイってね、もうちょっと多分茶色っぽいから。そう、茶色より茶色くてふさふさしてるもんね。そう、皮はね、茶色いから。で、なんでそのくるくる回ってんだ。すごいすごい。あ、どうですか？どう？どう？どう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 ？どう？なんか
黒くなったな。茶色ではないよね。これがねキウイなのかどうか、みんなぜひともコメントで教えてください。教えてください。まあでも見えないことはないね。あっ、あーキウイが、キウイ汁が出ちゃう。焼きみレモンねあれはもうどっからどう見てもレモン。じゃあお次のコメント。レジの番号は新食べ物に関係あります。どっかに暗号がわかる紙があるので探してね、だそうで。そう、このね新しい食べ物、このねかくれんぼゾーンの方にあるんだけど、うんうんうん、もうありえんくらいコメント来てさ、もう中身はわかってるよね僕ら。そうだね、わかってるね。あのポテチのコンソメだっけ。うんうん、そうそうそう、なんだけど、で番号も僕ら別に知っているわけよ。うん、でもなんかこれ番号がわかる紙があるらしいよどっかに。ね、みんなさどこで知ってるんだろうその情報って思ったけど、やっぱり何かあるんだね。ね、なんかあるんだね。そう、みんなさ番号だけ教えてくれるけどさ、どこにその紙があるとか何も言ってないよね。うんうん、あんま聞いたことなかった。ね、じゃあちょっとかくれんぼで探しに行くか。探しに行きましょう。さてさて、やってきました。やってきました。どこ、暗号が隠されてる。探してねしか、うわーなんか漏らされた。なんか探してねしか言われてないけどさ、うんうんうん、ノーヒントこれ結構厳しくない？厳しい。結構広いよ、だってここ広い。え、どこにあるんだ？でもなんか数字が書いてある場所。え、でも一応これレジのとこなのかな、あるとしたら。あー確かに、ここら辺ここら辺。あ、サンドイッチ 250g とか書いてあるけど、多分これ関係ないよね関係ないね、それは。そう、僕らね数字は知ってるからね。なんだっけ、1170だっけ。1170。どこに1170書いてあるのか探さないと。なんか箱の裏とかに書いてあるのかな。あー、こういう商品とかの。そう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 、この裏とか。あ、消費期限2020年3月17。え、めっちゃ前じゃね。切れてる。すごい前じゃないこれ。どこだろうな。あ、あれが来ちゃった。逃げろ逃げろ逃げろ。カニパンに任せろ。私はねかくれんぼの神なんです。見つかるわけがない。隠れてる。僕も普通に探して。何やってんだ。あれ、カニパンが見つかったよって言ってたよ。どこにあるんだ。あ、そっか、今ジャンプ禁止なんだ。まずい、降りてきちゃった普通に。あ、まずい、今やばいじゃん。かくれんぼってこと忘れてた今。やばい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 。どこだろう。え、どこ。じゃあこの建築家、建築家なんかね、レジの上にはなかったっぽい。なかったか。え、この建築家の裏のこの黄色いやつ何これ。ここら辺どこにあるんだろうな。あ、レモンがいる。あ、待って待って、卵追ってきてる。卵、逃げろ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 。やばい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 。くんな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 。へへへ、まだ来てる。あ、落ちてる。ざまねえな。え、そこら辺とかに書いてあるんじゃない。 250g って書いてある。さっきのサンドイッチだ。あ、これさっきと同じか。そう、ダメだな。でもここら辺の冷凍食品はほら全部ナンバーワンだ。うん、上の方もね別に 250g しか書いてないよ、サンドイッチだよね。うん、じゃあここら辺じゃないとしたら次どっちか。あれ待って、今なんかさチラッと見えたんだけど。なにえ、ちょっと動けないんだけど。もう、あ、でももう時間終わりなんだけど、なんかね、お兄さん、ほら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 、ここなんか書いてある。あのね、雑誌コーナーとかがある方のじゃがりこの後ろに何か書いてあった。じゃがりこ、あー捕まっちゃった。あー捕まっちゃった。え、ちょっと確認しに行こう。見よう見よう、どこどこ。ね、待って、カニパンで探偵になっちゃったから、まずその雑誌のところっていうか上がるじゃん、そこ傘を上がるでしょ。うん、そのままじゃがりこが売ってる方に行く。青いじゃがりこの後ろにあった。いけたいけたいけた。青いじゃがりこ、あんなとこまで行くの。そう、なんか結構遠かった。よしよしよし。え、青いじゃがりこまで行けないんだけど、これじゃがりこ邪魔じゃない。行けないか。さ、カリパンも動けますね。まあ探偵なんだけど、ちょっと今回は探させてもらいます。あ、そう、ここここ行かなくても見えるのかな。見えてる。ここにね、うん、見えてる見えてる。なんて書いてある。ね、四角が書いてあって、四角1、空白の四角って書いてあるね。でも1だけだな、それだと。他に手がかり探さなきゃいけないって感じ。もうちょっと近くで見たいんだけどな、これ。これ行けなさそうだよ、これ。緑のこのサラダ味で全部ガードされてるよ。そっか、黒いじゃがりこと青いじゃがりこの間で見えるでしょ。あ、ほんとだ。そう。あー、ほんとだ、あれはぽいね、ちゃんと暗号っぽいね。そう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 、ほんとはもっと近くで見たいんですけれども。あんな感じでじゃあどっかにあるんだ。そうだね、どんどん埋めていくって感じなのかな、数字を。ね、ぽいね。4箇所あるんだ。じゃあどこに書いてあるんだろう。すごい大変じゃないこれで見つけんの。ね、待って待って、来ないで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 、やばいやばい、怒っちゃった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 、あー待って紙がある。え、すごいな、要素の見つけたな。どこ、これ多分最後の数字かな。7って書いてあるな。3つ目じゃない。3つ目かな、待ってね。あ、ごめん、0だった。0、0って書いてある。おー、
本当だ、そんなとこなんだ。見つけた。よう見つけられんね、そんなすごい。やっぱ裏にあるんだ結構。いやこれは分かりにくいわ。分かりにくい。でも後の2つ全然分かんないんだけど。これもしよかったらね、残り2箇所分かる方いたらぜひとも教えてください。教えてください。さあお次のコメント。茶が走っているレールのところ、実はサラダの葉っぱになってジャンプして滑るとレールの下に入りますよ。あー、汽車のレール。そうそう、汽車のレール、ほらこうやってあるじゃん。なんか続いてんだけど、あの多分この床に設置してるレールのところじゃない、多分ここを滑ってスーって中に入れるんじゃない。へえ、入れるんだ。入ってみたい。ちょっと試してみたいね。サラダの葉っぱだって。サラダの葉っぱね、分かった。そう、確かにサラダの葉っぱめっちゃ細いからさ。うん、入れそうだな。ね、入れそう。レールとこの床の間、ほらほらちょっとだけこれ隙間空いてんじゃん。あー、確かに空いてる空いてる空いてる。若干空いてるから。ここに入るの？ここに入れるんじゃなかろうか。そんな低空飛行ができるかな。これじゃあジャンプしてこの滑った後にってことなんじゃない。なるほどね、滑っていくってことか。ジャンプ、ラグドール解除。あーダメだ。シュッチュイッ。あーダメだ、惜しいのに。あーダメだ。なんか入りそうではあるんだよね。でもそう、入りそうではある。ラグドールオンにすればいいのかな。飛んだ瞬間ラグドールオンかな。うお、あ、よし、え、いけた。惜しいかも。あ、頭だけ入ってる。若干入ってる。頭だけ入ってる。行きます。あ、え、入った。僕どこにいるか分かる？え、分かんない。え、あ、僕今これ下にいる。下。もうちょい後ろに戻ってきて。あ、いる。見える。なんか落ちてる、ゴキブリみたいなのが。ひどいこと言うね。本当だ。あ、入れた。こっち ね浮いてるから、ここは入れるわ。そこの浮いてるところからスーって今スライドしてた。なるほどね。カニパンも入りたいな。あ、惜しい。ラグドールオンオフをめっちゃ繰り返してちょっとずつ前に進め。そう、それ。惜しい。なんか、おお。あ、いけた。入った。あ、ほら。で、こっちに進んできてみ。気持ち悪いな、この動き。気持ち悪い、これ。何これ。めっちゃ気持ち悪い動きする。しかもなんか画面がドゥクドゥクする、なんか。で、これね、レールの上、ほら、もう汽車も走ってるけどね、全然僕ら。どこにいるでしょうってなんで、これ近づけるとね、スーもうドゥクドゥクドゥク。怖いなこれ。ドゥクドゥクしてる。ほら、教えてくれた方ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、てなわけで今回はいくつかなんか本当か嘘か分かんない情報をね、検証していきました。いや、でも意外と本当のこと多かったかもね。わりかし多くてびっくりした。うん。まあ、あの唐辛子の秘密の部屋に行けるとかはね、あの多分嘘っぽいけど。うん、そうだね。まあぜひ皆さんもやってみてください。そう、あれが本当だったらマジでびっくりする。ちょっと検証してみて、みんな。うん、やってみてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。あれ、どこ行った。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。よいしょ。